はい、今週のネライマーです。よろしくお願いします。今週は、まあ、盛りだくさんということで、はい、まずは阪神ジュベナイルフィリーズです、はい、どうでしょうか。一応前予想はリス・グラシュ、はい、アルテミス・ステークス勝ちました、はい、しました。はい、いやまあ正直まあ2歳重賞2歳 G1 なんで、まあ、まだキャリアのそんなにない馬が多い中でですね、まあリス・グラシュ新馬戦こそ負けたけど未勝利の勝ち方と前走のアルテミスの勝ち方と、非常にいい切れ味を持っている馬なんで、他にもまあ正直ね、どの馬がまだこの先抜けてくるかっていうのは見えてこないメンバーなの で、ね、はい、まあ、一応前走の勝ちっぷりを見てリス・グラシュは前予想本命、まあ、この後どうなるかまたもうちょっと考えたい、1週間考えたいなと思ってます、はい。まあ、今年は、まあ、最近結構強いですけど今年は特に強いですね。リス・グラシュがいて、ね、ブゼット・ジョリー、ね、ジューヌ・エコールと、重賞を勝ってきた馬が、まあ、レーヌ・ミノルも勝ってますけど、はい、まあ、だいぶ強いし、ね、まあ、来年のクラシックにもつながるだろうという感じですけど、まあ、僕はその中でも重賞勝ってないですけどソウルスターリングにしました。はい、まあ、フランケルの3区でやっぱりヨーロッパの馬なんでどうしても日本の上がり勝負に対応できるかなっていうところが前走そこが鍵になるんじゃないかと思って見てたんですけど東京で上がりの早い勝負で、まあ、しっかりと33秒台の足で抜けてきて、まあ、本当に瞬発力もすごかったですし能力の高さ見せてくれたんで、まあ、重賞勝ってないですけど、ここでもだいぶやっぱりポテンシャルは相当高いかなと思ってるのでここでも期待してます。新馬戦を勝った時はねこんなもんなの？そうでしたねっていう感じだったんだけど前評判の割に大したことないのかなと思ったんだけど、まあ、前走アイビーステックスは強い内容だったと思うんで、はい、やっぱ学習能力の高さっていうのはねさすが良血だ、はい、まあ重賞勝ち馬相手でも十分やれそうな雰囲気はありますね、はい、はい、あとはまあね、まあ、名前を挙げましたけど、まあ、ジューネコールあたりはね、はい、距離がおそらくこのマイルぐらいまでの馬になりそうなんで、まあ、ここ全力で勝ちに来るかなと思いますけど、はい、はい、まあ、ブゼット・ジョリなんかも、はい、新潟に再生する鮮やかな差し切りで、はい、まあ、感覚飽きましたけどそこら辺がどうかなっていうところですけど、うん、まあ、やっぱり あの能力の高さ見ても、まあ、阪神なんか向きそうですしね、まあ、楽しみですね、はい、レーヌ・ミノルは距離どうかね。そうですね、1004で刺されちゃうとちょっと1006になってどうなのかなっていうのは、グランに再生するときはちょっともう全然もうレベルが違うような勝ちっぷりでしたけど、はい、まあ、今回が鍵になるのかな。このそうですね、はい、まあ、どこですかね、言えるところは、はい、どうでしょう、里のアリシアなんか、うん、北海道での2戦が強い内容で、前走はね全然折り合いがつかなくて、そうですね、っていう競馬だったんで、まあ、前走外枠とかそういう面もあったと思うんで、まあ、ちょっと感覚が短くなる阪神っていうのはまあいいのかもしれないし、やっぱ東京の輸送っていうのはその答えたかなっていう気はするんで、まあ、阪神だったらまあ控えしてもおかしくないっていう気はしますね。日本では日曜にカペラステークス、はい、土曜にチャレンジカップがあって、週末は何といっても香港の国際競争が、はいはい、あって、まあ、今年は日本馬がいっぱい出ます。いっぱい来ます、はい、香港カップは、まあ、なんといってもモーリス、エーシン光、まあ、今回この2頭はラストランなんで、まあ、ほぼ香港カップは日本馬で決まるだろうという、まあそうですね、現地の雰囲気らしい、まあ、人気とか見ても、うん、ブックメーカーの人気とか見ても、はい、そうですね、まあ、5頭もいるんで、うん、まあね、まあ去年ワンツーだったんで、はい、今年もワンツーならぬワンツースリーでも、うん、おかしくない、はい、まあ、そういうメンバーでいい、そうですね、もう今年は相当強いですね、はい、僕は香港に、柴さんは美穂に行きます、はい、行きます、はい、
まあ、僕らは忙しいですけど、はい、まあ楽しみも多いということで、はい、ファンの皆さんも、馬券もいろいろ楽しんでいただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。